高松の宮記念第50回、高松の宮記念第50回、高松の宮記念は、2020年3月29日に、中京競馬場にて施行された競馬の競争である。2019年から中国を起点に流行した COVID-19 の感染拡大を防ぐため76年ぶり、日本中央競馬会として、初めて、無観客競馬として開催された。 クリノガウディが1位入選したが到着となり、2位入選のモズスーパーフレアが優勝となり、2010年の第30回ジャパンカップ以来、10年ぶりに2位入選場による繰り上がり優勝となった。日本中央競馬会は COVID-19 の感染拡大を受けて、2月29日から競馬場に観客を入れずに開催を行う無観客競馬を実施していた。レース当たり集についても、 3月26日に同じく無観客競馬で行うと発表し、またウィンズ、エクセル、パークウィンズ、J プレイスなどの場外馬券発売所の入場、発売や払い戻しの休止が継続することとなった。そのため、馬券の発売、払い戻しは、電話投票、インターネット投票に限定された。 無観客競馬による GI は、日本競馬会時代の1944年、戦況が悪化したために、大賀賞、札幌賞、天皇賞、東京優秀、菊花賞の5競争が、能力検定競争として、無観客競馬が行われた以来76年ぶりである。戦後初めてであり、日本中央競馬会が創立された1954年以降史上、初めてのことである。 日本馬種連合会の大八木信幸会長は3月26日、馬種の競馬場への入場を自粛することが決定した。本来 JRA が馬種の競馬場への入場を禁止してはいないが、馬種が自主的に判断し、自粛となった。西川県会長代行は、小池都知事の会見を聞いて、このままでは競馬の開催自体も危うくなると感じた。特に中山は渋谷。場所は、 ファンの方よりも、騎手や調教師と接する立場で、競馬開催を続けるためには、入場を自粛するべき。が決断の理由としていた。レース後の表彰式や、口取り式と、写真撮影、及び記録達成後のセレモニーなどが中止された。例外として、GI 出走馬の場所のみ入場が認められ、GI の優勝馬の表彰式は、通常より縮小して行われた。また、 密集状態を避けるため、場所及び関係者がパドックでは周回する馬の内側に入ることを制限した。当日はポッカレモン消防音楽隊によるファンファーレの生演奏が披露される予定であったが中止し、CD 音源により放送された。ドバイ3月22日、アラブ首長国連邦のドバイ政府が感染拡大を受けて28日に行われる予定の 第25回ドバイワールドカップ及びドバイワールドカップデーに開催されるすべての競争の中止を発表した。感染拡大で UAE に入国が不可能になることを恐れて、クリストフルメールと古川吉洋は早期に渡航していたが中止となり帰国。その後帰国したものの、その後2週間隔離され、高松の宮記念に参戦することは叶なわなかった。 乗り換わりまたドバイワールドカップデーが中止となったことで、ドバイで帰場する予定の川田氏を見破り、竹豊ミルコデムーロ、横山和夫が渡航を取りやめて、日本で帰場することとなった。ダノンスマッシュは、三浦高生に乗り換わって、高松宮記念に参戦予定であったが、川田が乗り換わり帰場。アイラブテイラーは、和田隆二で参戦予定であったが、部が帰場。 和田はスライドして、クリノガウディへの帰乗することとなった。またデムーロは、モズアスコットに帰乗し参戦することとなった。オーストラリアモズアスコットは、4月4日に、ランドウィック競馬場で行われる、ドンカスターマイルに招待を受けて出走する予定であった。3月16日の夜に、成田国際空港から出国の予定であったが、その日の朝に遠征を取りやめた。 東京競馬場で出国のために検疫を行っていたが、立党トレーニングセンターに戻って、急遽高松の宮記念に参戦することとなった。ミルコデムーロはドバイシーマクラシックにラブズオンリーユーで参戦予定であったが、中止のために出国を取りやめて日本に留まり、高松の宮記念にモゼアスコットで参戦することが決定した。場名が太地協調は、 高松の宮記念に出走する競争馬である。2019年11月12月2020年2月3月ダノンスマッシュは高松の宮記念の優先出走計を獲得した。登録場 GI 優勝場は安田記念フェブラリーステークスと芝とダートの両方で GI を制したモズアスコット。前年のスプリンターズステークスを勝利したタワーオブロンドン。 大賀賞を制しグランアレグリア。前年のビクトリアマイルを制したノームコア。前々年のマイルチャンピオンシップ優勝のステルビを、2年前の高松の宮記念を勝利した西雲高生の6等が参戦した。重賞優勝場はトライアル競争のオーシャンステークスを制するなどスプリント重賞4勝のダノンスマッシュ。前年のスワンステークス制覇など1400メートルで。 実績を残した、ダイアトニック。前年のオーシャンステークスを勝利したモズスーパーフレアや、高松の宮記念に4年連続出走のナックビーナス。その他、大名プリンセス、アウィルアウェイ、グルービット、ティーハーフが8頭が出走した。その他としては、前走リステッド競争の淀短距離ステークスを制した、アイラブテイラー、スプリンターズステークス2着の経験がある、ラブカンプー。 前走オープン競争勝利のシバアサヒハイフューチュリティステークスで2着の経験がある、クリノガウディが出走した。高松宮記念に登録したものの回避した馬は、前年の高松宮記念を制した、ミスターメロディ。京半杯で重賞発制覇を達成したライトオンキューは、ドバイワールドカップデーのアルクオーツスプリントに、出走するために回避。 ダートの短距離路線を進み前年の柿翼記念を制したゴールドクイーンはドバイゴールデン社品に出走するために回避することとなったソウルスターリングは引退レースに日経場を選択した天候開催直前の一週間の天気は週の前半は天候に恵まれ降水量を記録することはなかったしかし週の後半になり雨が続き 中京競馬場内の雨量は3.0ミ、mm、リメートルを記録した。当日は朝から雨が降り、第1競争から天候は雨、第2競争で小雨と回復すると、第4競争で晴れとなった。その後、メインレースの第11競争まで晴れが継続した。馬場状態日本中央競馬会の発表によると、3月27日、正午の時点では馬場状態は、 両、眼水率は、ゴール板前で12.1%、第4コーナー付近では11.5%と記録。しかし、レース前日の第2競争から、やや12、変化、最終第12競争の岡崎特別まで、やや10で進行した。レース当日は、最初の芝の競争である、第3競争で、不良、第7競争で、12回復し、以後変化なく、 第11競争は10で開催することとなった。芝の草丈は、野芝約6から8センチメートル、洋芝は約12から16センチメートルに整備された。第3コーナーから4コーナーの内側、正面直線に部分的な痛みが認められたが、他は良好な芝の状態で、最も内側の A コースから3メートル外側に内柵を設置される B コースが使用された。 2020年3月29日第1回、中京競馬8日目第11競争天候、晴れ、馬場状態、10、発走時刻、15時40分スタート、向こう面スタートは概ね正常で、その中でも、内から、ダイアトニック、ラブカンプー、クリノガウディ、西文構成、モズスーパーフレアが他よりも抜きんでた高スタートを切った。 戦闘集団から花を奪って、逃げの手を打ったのはモズスーパーフレアで、そのスーバ進行法に大きなバグンを形成。その先行勢には、コースターとを切った面メ々ンメンと、最内枠のステルビオ、アウィルアウェイなどが1。中段には、上位人気のダノンスマッシュや、タワーオブロンドン、グランアレグリアが1。後方には、シバージやモズアスコットらが控え。 馬群から数馬進離されれたた。後方にアイララブテーラーが追走する流れとなった最終コーナー、最後の直線人形変わらずモズ・スーパー・フレアが、後方を離して逃げる中、最終コーナー付近で、モズ・アスコットなどの後方待機らが進出を目論み、追い込みを開始、それにつれて、直線コースの入り口で、タワー・オブ・ロンドン、グラン・アレグリアラ上位人気が外に持ち出した。 残り400メートル通過でもモズスーパーフレアは逃げ続け、2番手集団にコースタートを切ったダイアトニック、西雲構成、リノガウディがその後方にダノンスマッシュ、さらにババの外から追い込みを開始した、タワーオブロンドンとグランアレグリアが追い出しを開始し、追い込みを開始した。残り200メートル通過でもモズスーパーフレアが先頭であったが、2番手集団との差は縮まり、 特に一番外側のクリノガウディーと、内側のダイアトニックが足を伸ばしていた。後方では、内のダノンスマッシュは伸びずに交代、タワーオブロンドンも伸びを書いており、グランアレグリア、大外に持ち出したシワージュなどが足を伸ばしていた。車高自称残り100メートル、最も内側を握るモズスーパーフレアや抜け出しを図る。 ダイアトニックを左側に臨んでいたクリノガウディが先頭に立とうと足を伸ばしていた。しかしそれと同時にモズスーパーフレアやダイアトニックが走る左側へ持たれてしまい、車高した結果内側の2頭に接触。特に前の2頭の間から抜け出そうとしていたダイアトニックには直線で振動を妨害し不利を与えた形となった。4頭並んだ決勝戦その後、 不利を受けたモズスーパーフレアとダイアトニックが盛り返し、外側を追い込んでいったグランアレグリアその3頭に並びかけたところで、決勝戦4頭が並びかけてゴール板を通過した。審議入選後、着順掲示板には審議を示す青ランプが灯り、さらに着順も写真判定となった。写真判定が終わり、入選順が公開されて1位入選がクリノガディー。 2位がモズスーパーフレア、3位がグランアレグリア、4位がダイアトニックと発表されたが審議が継続された。対象は戦術の事象で、焦点は走行妨害がなければモズスーパーフレア、ダイアトニックがクリノガウディに先着できていたかの判断であった。入選した17分後、午後3時58分にクリノガウディの4着降着、モズスーパーフレアが1着。 2着グランアレグリア、3着にダイアトニックが繰り上がって確定、払い戻しの発表がなされた。モズスーパーフレアはバランスを崩されたことが、ダイアトニックは最もスピードが上がっていた地点で不利を受け、スピードが落ちた後、立て直してからも伸び、最後に栗のガウディとの差を詰めたことが公着の判断の決め手となった。データ払い戻しかがいば、和田隆二はスタートよく、 前が速くならず、良い感じで行けました。しかし、気をつけていましたが、左に持たれてしまいました。持たれるのを直すだけでは進まないので、追いましたが、結局迷惑をかけてしまいました。申し訳ないです。能力はあり、1200メートルにも対応してくれました。それだけにもったいなかったです。今後も左に行くのが、課題になります。この件により、 和田隆二は2020年4月11日から19日まで9日間の非常停止の処分が課された。被害は松若はゴール板を抜けた時は負けたかなと正直思ったんで、まさか勝てると思っていなかったんですけど、初めて勝てて素直にとても嬉しいです。スタートだけしっかり大切に出そうと思っていたので、しっかりスタートも決まってくれましたし、自分のリズムで、 いいペースでいけたなぁと思います。あまりそこまで悪くなってほしくないなと思っていたんですけど、午後に晴れてくれて少し回復していたので、そういうのも良かったんじゃないかなと思います。ゴール前は本当に必死で、無我夢中で追っていました。北村智和は前回到着となったのに、また議場依頼をいただけてありがたかったです。今日は結果を残したかったのですが、 不利もあって結果が残せませんでした。池添は直線で外に出すとすごい伸び足でした。初めての1200メートルでうまくレースができませんでした。結果を出すことができず残念です。藤岡は出負けする形になりましたから足を溜めるレースをしました。最後は良い足を使いました。初めての GI で内容のあるレースだったと思います。岩田恒生は ラストを伸ばす感じのレースをしました。良い足を使ってくれました。こうは良い形でレースはできていたと思います。馬の具合も良かったのですが、姉妹の伸びが今一つでした。国武優作はしっかり足を使いました。最後こそ少し疲れましたが、10歳でもよく頑張りました。管理する安田隆行はゲートでつまずいてしまいました。運がなかったです。 改めて仕切り直しです。川田は結果を出せずに申し訳ありません。福永は4コーナーではバッチリといった感じでしたが、追い出してからは友が流れてしまい、手応えほど伸びがありませんでした。デムーロはスタートを出てくれませんでした。その後も忙しい感じでした。走りも今一つでした。ババが合いませんでした。秋山真一郎は4コーナーからずっとのめっていました。 ありがとうございます。